それでは、そろそろ第2部の方を始めさせていただきたいと思います。この第2部ではピアノの演奏、それからトイピアノの演奏をお楽しみいただきます。まず最初にですね、陶芸家の飯野睦美さんをお招きしていますので、拍手をお願いします。ピアノを弾いていただくんですけども、本州がピアニストではなくてですね、陶芸家なんです。そうですね、今日こちらにちょっとこう用意してるんですけども、まあ、実は今日出演していただくきっかけになったのが、このセベラックの古い夜ゴールが聞こえる時という、まあ、曲を今日演奏していただくんですけども、それをちょっとモチーフにした陶芸作品を作っていらっしゃって、でしかもその曲が弾けるっていうことなのでこれはちょっとやってもらおうかなということでお願いしたのが、まあ、そもそもの、きっかけです。でさらにですね、すみません、ちょっと自己紹介遅れましたけれども、司会 の、 山中でございますすみません、今更ですけれども、はい、今更ですけれども申し訳ございません。で、まあ、今日これ今から弾いていただくバイスっていうのは、まあ、リュートの、リュート弾きであったちょっとバッハと同時代人で、バッハと同年に死んだ方なんですけれども、まあ、ギターとかリュートの世界でものすごく有名な方です。でその方の、ピアノ、リュート作品を、まあ、私がピアノアレンジしたものを演奏いたします。で実はですね、ちょっとそれはちょっと先立ってというか、こちらにちょっとうちのレーベルの CD がたくさん置いてあるんですけれども、バッハとバイスの、リュート作品を鍵盤用にトランスクリプションしたアルバムというのを去年発売いたしました。レコード芸術でも2回ぐらい取り上げてくださってですね、そうですね、ちょっとこう面白い CD を作ってみました。これ何が面白いかというとですね、これリュートとかあとギター弾いてる方だったら全員知ってる曲なんですよね、この中に入ってるので。特にそのバッハのリュート組曲の、1番と2番というのが収録されていて、それからバイス の、 パッサカリアとか、トンボですとかですね、まあ、ギター弾きだったら絶対憧れの曲みたいな曲が入ってるんですけれども、特にバッハの作品に関してはこれ実質的に鍵盤曲として作曲されてるんですよね。ところが鍵盤用のちゃんとした譜面というのがなくてですね、特にリュート組曲の1番に関してはちょっとピアノで弾くと音域が低いで、2番に関しては、ソプラノとバスがそのやたら乖離していて、そのままの譜面では弾けないっていう問題があって、実質的にはまあほとんど鍵盤曲として作曲されてるんだけれども、まあ、鍵盤では弾いてこなかった、かられなかったっていう歴史がありました。特に1番はピアノでチェンバロでよく演奏されますけれども、ピアノで演奏された例というのはほとんど聞いたことがない感じですね。2番に関しては破綻調 の、 すごくもうバッハの組曲の中でも5本の指に入るっていうぐらいの名作なんですけど、これも弾いたことがある方がピアノで調べたらですね、高橋裕二さんが弾いてるだけということで、かなり貴重なアルバムになってます。でこれに、まあ、そのバイスの編曲、私の編曲を加えたものを、まあ、ちょっとアルバムにしていて、これ非常に面白い CD なので、特に今日ギター関係の方が多分来られてると思いますので、ぜひ後でお手になってみてください。で、まあ、私のそのバイスのこの聴いてくださってですね、その編曲もすごく演奏してくださっていたので、それもじゃあぜひということ で、 さらに今日、バイスの、まあ、組曲第1番のシャコンヌというのがあるんですけども、これはですね、多分ギター弾きの中でも聞いたことがある方多分いないと思います。というのはタブ譜しかなくてですね、そのこれはリューティストの水戸茂雄先生だけがしかも演奏していて、水戸先生から私直接連絡を取って五線譜をいただいて、手書きの五線譜、それを編曲したものです。でこれは多分だから弾いたことある人多分一人もいないし、今から演奏するのが初めてになります。で、まあ、バイスの曲というのがですね、タブ譜しかないというのが、まあ、結構500ぐらいあってですね、5000譜になっているのはやっぱ300曲ぐらいしかないんですよね。で、まあ、まだまだ結構名作があるっていうことのちょっと証明になるかなというふうに思っています。ちょっとバロック時代を代表するにふさわしい、非常にこう、まあ、愛すべき作シャコンヌになっています。というわけでピアニストでないですと陶芸家の方に証明していただくという形なんですけれども、はい、すみません、最初にプレッシャーばかりで、ね、はい、はい、自己紹介だと思います。はい、飯野と申します。ですね、普段はこういうろくろを弾いたり絵付けをしたりしてお皿を作ったりコップを作ったりしているんですけども、ちょっとなんでこのところでピアノを弾くはめになったかっていう言い訳をさせていただくんですが、まあ、
去年ですよね、去年からちょっと奈良子さんのところにちょっとピアノのレッスンに行こうかなと思って行き始めて、まあ、まあ適当に自分で好きな曲を弾いて遊びに行ってランチしてコーヒー飲んで喋ってちょっとだけピアノ弾いて帰るみたいなのをよくやってるんですけども、それでもある時奈々子さんのこのこれで、ね、この CD にセブラックの細いオルゴールが聞こえる時っていう曲が入ってて、それを聞いて可愛いなと思ったので、今回はこの曲レッスンしてくださいって持ってたんですけども、その時に曲立てじゃなくてついでにそれをイメージした作品を作って持っていこうと思って、これをリスンの時に持ってったらですね、これはなんかオルゴールで女の子がくるくる遊んでるよみたいなイメージ、ここは焼き物の人形で、ここは大理石とガラスのモザイクなんですけども、でこれを、まあ、山子さんにお見せしたら、なんかすごい面白いから、じゃあ今度のコンサートシリーズで曲を弾いて作品も見せるっていうのをやりましょうっていう無茶振りをされまして、それで今日こういうことになりました。それでですね、はい、で一体何を弾こうかって言ったら、山中さんが自分が編曲したバイスの社交の弾いてくださいということなんで、分かりましたって言って練習し始めたんですけども、結構困ってしまってそういう分かりやすいタイトルがついた曲じゃないから、で何を作ろうかなと思って、まあ、シャコンヌっていうのは三拍子の古い舞曲ですけども、まあ、そういうねオルゴールとかそういうイメージとかないじゃないですか、うん、で困ったなと思ってわざわざ陶芸作品用意してくださった、曲調も淡々としているので、シャコンヌって、まあ、私もあんま詳しくないですけど、同じようなこうバスのメロディーが繰り返してこうメロディーが紡がれていくというか変奏曲みたいな感じですよね。でも困ったなと思ったんですよ。で、まあ、勝手にちょっとお話を作ることにしましてですね、この5人の女の子たちがこうシャコンヌを踊って遊んでいたら、途中でこの天使が2人降臨して一緒に遊び始めるっていう、で天使と人間がこう一緒になって踊っているイメージを勝手に作りました。そして地面のところはヨーロッパの石畳をイメージして大理石、モザイクっていうのを一応持ってきたんですが、これハンマーで石を一個一個割って細かく、でセメントにこう一粒一粒くっつけていくんですね。それとまあ陶器のお人形でこう遊んでるよっていう意味が作りました。全部この一つ一つのモザイクを全部こう一個一個割ってそれを全部こうつけていくっていう作業。で、まあ、最後の8小節ぐらいでハッと我に返ったら天使ちゃん2人いなくなってて、あれなんか人数増えてませんでしたかねみたいなそういう曲と勝手に解釈してこういうイメージのものを作りました。で、まあ、作ってたんですけども、まあ、そういう適当な思いつきで作り始めたんですが、まあ、よく作りながらこのひたすらこの四角い衣装を割りながら考えてたら、まあ、音楽を演奏するとかダンスをするとか、まあ、絵を描くとかそういうのは何でも、まあ、やっぱりこう人間じゃないものと一緒に遊ぶっていうような要素があると思いますし、古いもう死んでいる作曲家の曲を演奏するとか、うん、編曲するっていうのも、まあ、死者と共に遊ぶというようなことに他ならないと思いますので、まあ、結構良かったんじゃないかなと思います。これはね、ちょっと回そうかな。あ、そうですね。それとあとちょっと弾いてるときはぜひそこにちょっと置いていただいて。ここに置いて、はい。こう変なとこ引っ張らなければ大丈夫なんで。そう思ってください。じゃあここちょっと変な風に響かないかな。はい。で、その一応この子たちが踊ってるイメージで弾いていただけると嬉しいです。シャコンヌと、あともう一曲そうですね、ファンタジー。ファンタジー、はい、ファンタジー。はい、これも、これは非常にギターのことだったらすごいよくご存知だけど、ね、奈々子さんごめん、踏めくりしてほしいと思いました。
最後にあのオルゴール、古いオルゴールが聞こえるとき聞かせていただくんですが、なんかその前にちょっと音楽と陶芸っていうことでなんかないかなと思って家にあったものをちょっと持ってきますのでお見せします。これは私が作ったオカリナですちゃんと音が出ます。これは私が作ったフルートですこれはオカリナの方はちゃんとね曲が受けるんです。音階になってるんですけども、ちゃんと吹けるんですけど、こっちはただのおもちゃです。でも音は鳴るんです。こういうおもちゃを作ったりして遊んでます。あと今回はまあシャコーヌがちょっと曲のタイトルからのイメージということではなかったので、なんか1個ぐらいタイトルから考えようかなと思って、あの今日肝付さんがあの赤い月っていう曲を演奏されるって聞いたので、赤い月のマグカップを作りましたこれちょっと赤い月は満月のイメージだったかなと思ったんですが、勝手に半月にして赤い月のマグカップを作りました。これは今日売ってるんですか？これは売ってないです。今日売ってるのはこのピアノの鍵盤の端置きと、私がデザインしたギターのポストカードが今日販売しております。よかったら、はい、ちょっとこの辺は余興に持ってきたらなんでよかったら、はい、じゃあ、オルゴール、なんか曲説明ありますか？あ、いえいえ、あのいいですか？作品はあの、はい、回ってるんですか、オルゴールの？回ってます。あ、オルゴール、あ、こっちも回しましょう。はい、それをじゃあ、これが、はい、あの最初、古いオルゴールを聞こえるのを私の家にレッスンに持ってきてくれた時に、これも持ってきてくれてあのこれは白組曲なんですよね。あ、そうですね、セブラックの休館日々っていう、あの小さな組曲の、最後から2番目の曲なんですけど、うん、本当に1分ぐらいのキラキラキラっていう感じの可愛い曲です。本当に踊るみたいな曲です。チラシを置いてあるのでよかったらお持ちください。ありがとうございました。